こんにちは、岩田書店の岩田まです。どうも。今回はですね、1万円選書申し込み直前号といたしまして、別冊的なムックです。もう少しで2019年1万円選書の申し込み期間が始まります。ということで、1万円選書とそのお申し込み方法について簡潔にギュギュッとまとめた回を作ってみました。前回挙げた1万円選書募集しますっていうのが、今見返してみたらすごいただ私がくっちゃべってるだけでちょっと分かりづらいなって今更気づいたんで、もうちょっとね、簡潔に分かりやすくを念頭に、無駄話をせずと思ってまとめております。ではね、今回メニューとしまして、まずは1万円選書とは何ぞやっていうことをまとめました。そしてあとはお申し込み方法という一応メニューになっております。それでは本編始めたいと思います。どうぞ。まずは1万円選書とは何ぞやということなんですけれども、バズった経緯とかはいろいろあるんですけど、一番きっかけになったのは2018年のプロフェッショナル仕事の流儀という NHK さんの超有名番組に出させていただいたことが、やっぱり今これぐらい名前が広がった原因かなと思います。その前にもいろいろあったんですけどね。で、1万円選書というものを具体的にお伝えします。1万円選書とは、当店専用のカルテと言われるアンケート用紙がございまして、それに詳しくご記入いただいて、それに基づいて社長の岩田がおよそ1万円分の本をお選びするっていう形の通信販売です。そして代金は書籍代と送料のみで、手数料はいただいておりません。社長がですね、皆さんの書歴や人生などをお聞きして、それを噛み砕いて岩田トールという名前のフィルターを通して、あなたの人生がもう一度自分に返ってくる、そういうふうに表現していただいたこともございました。素晴らしい。それでね、この世の中に本っていうものが、まあ本当に星の数ほどあるんですよ。で、そのあまたある本の中からあなたに最上の本を選ぶということではありませんね。全部の本読んでるわけがないので、岩田トールが67年の人生の中で読んできた本の中から、で、さらに言えば今現在手に入るものの本の中から、あなたにこれを読んでみたらいいんじゃないかっていうふうにおすすめするという具合です。本ってすぐなくなるんですよ、皆さんが知ってる以上に。なので、とってもいい本だと思ってもすぐ絶版、品切れ、もうね、こういうことになるので、いいなと思う本はすぐ買ってください。話がそれたので戻します。で、カルテを読んでですね、あなたはそんな風に生きてきたんだね、じゃあこんな本を読んでみたら何かまたちょっと違ったものの見方できるんじゃないかな、今悩んでることがちょっと別な考え方で変えれるんじゃないかなっていう風に提案するっていうことなんですよ。決してあんたはこの本を読んでこうしなさいとか、一冊本をボンと渡して、これにあなたの答えが書いてありますっていうことではないんですね。文庫本だったら10冊以上入る時もあるんですよね。組み合わせによっては本当に冊数も変わってくるんですけど、その複数の本をまとめてこれを全部読んでもらったら何か感じてもらえるんじゃないかなっていうささやかなメッセージです。決してあなたの症状にはこちらの薬バンっていうことではないんですね。なので、ちょっとした何かのヒントになったり、心がちょっと軽くなったりするお手伝いができたらいいかなっていうささやかなものなんです。そして今読んでピンとこないなっていう本でも、10年後読んでいただいたらまたね、全然違う風に感じれたりするってことは本当によくあることなので、本っていうのはめちゃくちゃコスパのいいね、もう劣化もしないですし、非常にいいものなんで、ぜひお手元に置いて何度も読んでいただきたいなとは思います。それでですね、1万円選書自体は社長がいろんな本屋さんにぜひあなたも真似してやってみてくださいっておすすめしてるんですよ。で、少しずつ広まってきましてですね、北海道でいうと札幌の鹿野書房さんですとか、あと東京の伊能書店さんとかが最近やられてて、
ね、ツイッターとかでも結構上がっててね、評判いいみたいですごい嬉しいなと思ってるんですけど、同じあなたのカルテを岩田トールがした場合、加納さんがした場合、伊能さんがした場合だと多分全然違う本が勧められると思うんですよ。そこが1万円選手の面白いところなんですよね。それぞれの書店主のフィルターを通してあなたが帰ってくる。そうするとこういうことになるんだ、へーっていうことなんですよね。なのでこれこそが1万円選書の醍醐味とも言えると思います。これが1万円選書の概要になると思ってください。それでは具体的に今年度の、申し込みの手順をご案内いたします。日時です。まず2019年10月8日火曜日朝の9時から10月10日木曜日の夜の18時まで3日間限定となっております。これ以外の時は募集してませんので、ここの期日だけはしっかり守ってください。そして申し込み方法、インターネットです。当店のホームページございますので、検索サイトでひらがな岩田書店でググっていただくと、当店のホームページ出てきますので、そちらに、申し込みフォームを設置いたしますので、そこからのお申し込みとなっております。具体的な手順としてはこちらになってます。ホームページを押すでグーッといって、この1万円選書っていうところですね、そこを、クリックしてもらうと、今の受付停止中になってるところに、専用のフォームのリンクを載せます。でそのフォームを開いてもらって、詳しい申し込みを全部打っていただいて、それで完了です。簡単です。それでですね、注意事項なんですけれども、メールアドレスにとにかく気をつけていただきたいなって思うんですよ。2018年度の申し込みは1年間やっぱりあったものですから、その間に携帯機種変しちゃった、メアド変わりましたっていう連絡がものすごく多かったんですよね。あとはそもそもメールアドレスが違ってて届かないっていう悲しいことも起きたんですよ。なのでできればなんですけど PC メールアドレスをご利用いただくとありがたいです。月に1回抽選発表しますので、その1回だけ見てもらえれば逃すことないと思うんですけど、ヤフーメールさんなんかは個人的におすすめで、スマホでもチェックすることができるので、やっぱりスマホメールだと何かあった時に、ね、機種変したなんだっていう時にやっぱりいちいちこう変えなくちゃいけないので、 PC メールがおすすめです。そしてこちらのフォームなんですけれども、1メールアドレスにつき1申し込みしかできない設定になってるんですよ。なので本当に慌てなくていいです。ゆっくり間違えないで記入していただいて、そしてお申し込みお願いします。先着順じゃないです。そうです、そうです、先着順ではありません。なので3日間の間つながりやすい時間帯にアクセスしていただいて、そして申し込んでいただくと確認してね。で申し込み完了メールっていうのが自動返信で、その無料フォームの会社が送ってくれるやつなんですけど、それが行くので、それで申し込みできたなっていう確認の代わりとなります。お願いがあるんですけど、同じ方の複数申し込みやめてくださいこれお願いです。終わった後に人力でスタッフが全部のメールをチェックしてリスト化するっていう作業があるんですけども、その時にやっぱりそういう複数のやつがあると、その作業とかでもめちゃくちゃ手が取られてしまうので、本当の1万円選書の作業にこう入るのが遅くなってしまうんですよね。なのでもう一人ワンチャンでお願いします。あと年齢制限がありまして、高校生以上からとなっております。中学生以下は親御さんが選んであげてくださいあとは図書館にめっちゃ行くね、ただで借りれるので、もう何でも読んでみてください。いいと思います。いろんなチャンスがあるので、自分のね学校の図書室とかもあると思うので、そこをたくさん利用してください。お子さんはよろしくお願いします。そして今回お申し込みいただいた中、何人来るかはちょっとわからないんですけども、そのお申し込みいただいた方の中から毎月月末に抽選をして当選をお知らせします。お知らせ方法はメールでお送りいたします。来なかった方は外れ、当選メールが来た方は当たりという感じになってます。で、メールの中にカルテが添付されてますので、それで申し込んでいただくシステムになっております。発表終わりましたっていう合図は各種 SNS
Twitter、Facebook、Instagram、それからホームページに載せますので、目安としてはだいたい月末末日までには一応上げてます。なので月に1回ね、うん、そうですね、月頭とかでもこうパッと何か見ていただければ、あ、今月発表終わったんだな、で自分のメールボックスチェック、あ、来てないな、残念、来てた、やったっていう感じの作業になると思います。よろしくお願いします。簡潔にまとめまして、こんな感じの流れとなっております。いかがだったでしょうか。当店のホームページのところにもFAQ のページが作成しておりますので、何かわからないことがあったらそこを見ていただくとかもいいと思います。こんな感じで今回は1万円選書申し込み直前号ということでお届けいたしましたが、次回はですね、あのちゃんと岩ラジオとかいろいろいつものダラダラ喋りをね、見るラジオとしての岩玉、需要とかは知らないんですけども、いや、よく喋るねっていう感想をいただきますね。もう我ながらそう思いますわ。ベラ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 よく喋るなっていうね、うん、しょうがない。これが個性です。ということで10月8日から10月10日の間、皆様のたくさんのご応募お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回、じゃあね、バイバーイ。本はあなたの人生の味方です。